気になる部位がお腹から下にあるよっていう方は、今回の動画を行うことで全て解決できます。私の書籍にも全部根本と原因の解決を書いてるんですが、今回はその一部を動画で解説します。原因は腹横筋にあるんです。息を吐く力が弱くなることによって体幹が弱り、骨盤が下がり、支えるお尻の力が弱り、お腹が出て足が太くなるんです。今回は全部立って行います。初めの7秒3セットだけでもいいのでやっていくことで体型は劇的に変わっていきます。足肩幅で立ちましょう。手はお腹です。手でお腹を押さえながら、お腹も自分で引っ込めながら息を吐きましょう。息吐きながら前かがみになってどんどんお腹引っ込めます。そこから7秒目に体を起こして息を吸いましょう。これで腹横筋を鍛えます。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、お腹引っ込めたまま1、2、3、4、5、6、7、はい、OK です。そのまま今度は横です。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対。1、2、3、4、5、6、7、反対。1、2、3、4、5、6、7、反対。1、2、3、4、5、6、7、もう一回ずつ。1、2、3、4、5、6、7、反対。1、2、3、4、5、6、7、 OK です。次は片足立ちで同じようにお腹を引っ込めたら体を戻します。次に足を入れ替えていきます。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対。1、2、3、4、5、6、7、反対。1、2、3、4、5、6、7、反対。1、2、3、4、5、6、7、 OK です。今ので骨盤が下がらないように体幹を鍛えることができました。さらにお尻やももを変えたいよっていう人は、お尻とももの境目を鍛えて骨盤を持ち上げる力がいます。反り腰も猫背も大天使も内ももも外ももも前ももも改善されていきます。足を大きく開きましょう。ちょっと膝を曲げます。辛い人は膝に手をついて、できる人は手を離して、これで体を左右に動かします。いきましょう。スタート。左右に体重移動、しっかり体をね横に動かすことで弱い中臀筋が鍛えられます。床をしっかり踏んでください。お腹をしっかり引っ込めながら息を長く吐きましょう。上半身をね動かすことで負荷が変えられます。 OK。 同じ足の幅で少し膝を曲げる。腰を丸めたら膝を伸ばす。スタート。ふーっていう感じで、しっかりおへそを向けながら立ち上がります。置いたらおへそを向けて膝を伸ばす。反り腰が治ってきて足が細くなりやすくなります。 OK。 今の腰を立てる感じを使いながら腰を回していきます。2周回したら反対です。スタート。これね、息吐きながら2周ずつね、キャビアル。
盤が上がるとね、お腹も引っ込んできますから。 OK、 体を上下に揺らしながら足を入れ替えます。クックックッと踏みながら、あの息をね、長く吐きながら、お腹引っ込めたままです。自分のリズムでいいです。だいたいね、3回から5回ぐらい床踏んで、体をね、動かして、たまにね、ももの裏とかお尻触ってみてください。硬くなってたらね、バッチリ床をしっかり踏んで、 OK。 次はお相撲さんの格好をします。こういう感じ、前かがみで体重移動、あと背中をね、しっかり持ち上げたまま、これでね、弱い中殿筋、もも裏鍛えられてます。弱い筋肉使うと早くね、鍛えられて代謝も上がりますんで、交互に負荷を変えるとね、長持ちしますから、運動苦手な方にもぴったり。 OK、 お腹引っ込めて腰丸めて足上げたままバランス取りましょう。片足でバランス取ります。手をね、自由に使ってもいいです。意外とこうやった方がね、バランス取れたりします。ただ肩はだるくなります。こっちが簡単ですね、うん、これでキャッとね、止まっていきましょう。足上げるとね、腰が丸まるんで、お腹しっかり止めて、膝が回転。肩がね、だるくはなるけど、全然手を伸ばすとね、バランスが取れると思います。これでもさらにバランス取れないよっていう人はね、足の指をね、ギュッと力入れてください。グーってやる感じ、バランスで一気に取れますね。そこでお腹を引っ込めとく。頑張って。今のに加えて手をつけます。伸ばしている足の手を上に伸ばす、途中で入れ替えます。あと、お腹をどんどん引っ込めて、息がなくなったら吸って入れ替える。しっかり吐いて、体をしっかり引き伸ばしてね、重力に負けないように体を引き上げましょう。そしたらね、お腹もお尻も足も変わってきます。 OK、 少し膝曲げたままで腰を丸めて、お腹引っ込めて、息を長く吐きながら体を振ります。いきましょう、スタート。息吸うの一瞬、ふーん、お腹どんどん引っ込みながらねじってねじって、筋膜しっかり剥がしていきましょう。体をひねるとね、縦ラインやね、横ラインができてきますから。OK、 同じ足の幅でちょっと膝を曲げましょう。前かがみになったら膝を曲げ伸ばし、上半身の位置をたまにね、変えながら曲げ伸ばしです。いきましょう、スタート。これもね、もちろんお腹を引っ込めたままです。いろんな上半身の位置で膝を曲げ伸ばし、もも裏、お尻がね、硬くなるとね、逆に骨盤後傾とかね、なる場合もあるんで、とにかくね、前も後ろも柔らかくしておきましょう。 OK、 左右に体重移動しながら、かかとをお尻に当てる感じ、これで前側をストレッチします。スタート。結構足の力を抜かないとお尻にタッチできないと思うので、しっかりね、足の力を抜いて膝曲げる感じです。
腰がね、こうやって反れないちょっと丸めとくぐらいの方がいいです。お腹力入れて、オッケー。つま先と足を開きましょう。かかとを上げときます。このまま体をゆっくり下ろして、お腹引っ込めて引き伸ばして上がる、見ながら真似してください。あとこれもね、お腹引っ込めながらふーっと引き伸ばして、吸って吐く、吸って吐く、これぐらいのペースでしっかりね、かかと上げたまま足の甲を伸ばす感じで引き上げる、お腹引っ込めたままです。 OK、 今度さらに足を開きます。結構目いっぱい開きます。これでかかとを上げて揺れます。ラスト頑張りましょう。あとかかと上げて揺れる。できれば足首よりね、膝が内側に来る感じ、ももの裏の方とかね、触ってみてください。これで揺れる、効く。あと少しです、頑張って。お腹引っ込めたまま、うわー、 OK、 うわー、いったー、効いたー。やってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください。